さっきさ、そうだから急にね、ここ6時までスタジオを撮って、はい、で次相手に9時からですって、ね、急遽もう2時間くらい入ろうってなってさ、うん、そこでちょっとあの別のところに今行ってて、でその時にあのちょっとポロッと言った一言がめちゃめちゃ面白くて、そうドラム初心者はまずライドを買うべきって定説がね、マジ勝手に覆し、マジみたいな、普通やっぱペダルとかさ、まあペダルってやっぱさ、こうあの体に触れるものじゃん、一番体に触れるものだから、こうね、いいものを最初に買った方がいいんじゃないか、はいはい、とか、スネアとか一番こう音の変わってるのが分かりやすいじゃん、はいはい、ね、やっぱこのスネア買ったなみたいな、だから初心者の人はまずペダルとスネアを買うのが一番なんじゃないかなんてよく言われる話ではあるじゃないですか。そうっす、あるじゃないですか。でも、はい、そこであえてライドなの、ライドっす、ライドなの。てかペダルと、うん、ペダルに関してはなんですけど、うん、ギター弾くって言ったのにギター買わないやついないじゃないですか。ああ、そらそう。だからドラム叩くって言ってんだから叩くための道具ぐらいは買えよ。それはスティックって話じゃないですか。スティックが手も使うんでしょ、足も使うんでしょ、足も使う。ああ、そう。正直思う、そこは。ああ、なるほどね。だから僕の中ではもうその最初に買うものの中にスターターセットの中にも入ってるんですよ、ペダルは。やっぱこれは買ってくださいねのところじゃ。ああ、もうその最低限すぎてってこと。そう、うん、もしそれで買わないんだったら、この部分もそれこそスタジオあるものがいいじゃないですか、うん、それでなんか自分でその後ですよね。だからギターでいうところのあのエフェクター、うんうん、最初の歪みで、うん、僕はあえてオーバードライブじゃなくて、うん、あのオーバードライブとかね、オーディバンじゃなくてあのブルースドライバーを変えて、あ、いや、まあ、みんな多分ブルースドライバーも買ってるんだけどね。だから多分ファズを買えみたいな。あ、そうっす、そっちか、そうそんな飛んでるか。いや、じゃあのいやだからそうじゃなくて、もうスティックを買うのと同じくらいペダルを買うものは当たり前だし、うん、もうスネアも、スネアは、まあ、スネアはまたちょっと、スネアはもうそっち、そうですね。ああ、オッケーオッケー、別枠というか、うん、ペダルを買うっていうのはもうスティックを買うのと同じくらい同時にやっとけみたいな話で、そうですね、いちいちそんなことはあの言わなくても分かるだろうと。もう言いませんな、わざわざと、そんなことは。正直それは思ってて、最初本当に例えばギターの人だって、まあ、うん、いろいろ今は多分なんかその最初はもう5万ぐらいの買った方がいいとかっていうふうに言われたりもしますけど、うんうん、やっぱ基本最初に買うのって例えばスクワイアだったりとか、うんうんうん、あのフォトジェニーだったりとかみたいな、うん、全然安いラインの、全然ありますよ、ですよね、全然そうです、それが多分普通だと思うんです。そうですね、やっぱペダルにもそのラインって当然あって、うん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 、そう、分かりやすいのとジャグっていうメーカーだったりとか、僕も最初ジャグだった、うんうんうん、やっぱそういうのを買って試して不満が出るって大事なことだと思うんですよ。あ、僕はなんか足んないなっていう、あの感じが、そうそう、逆にいいんだ、僕はそれ大事だと思うんですよ。例えば俺これでいいやと思っちゃった人がそれが合ってるんですよ、そういう、うん、例えばそしたら、あ、なんかかっちりしたあのペダルじゃなくて、例えばジョジョメイヤーのベルトドライブのペダルとかだったり、パーフェクトバランスとか、ね、そう、遊びがあるようなペダルとか、うん、そういう方に進めばいいって指標になるじゃないですか、うん、逆になんかこれじゃパワーが足んないなってなったら、パワーみたいなパワーあるようなペダルに踏み替えるとか、そういうのは普通に必要なことだと思ってて、なるほど、なんか最初からいいの踏めばいいじゃんみたいなとか、うん、なんか、まあ、そういう意味ではそのスタジオで試すのもいいのかもしれないけど、スタジオにあるのってよくもあるから使い古されたりもんの、うん、やっぱ自分で試して使い込んだ中で、あ、これは違うなとか、うん、ここがいいなっていうのは大事だと思います。あ、それでどんどん自分のこう、そう、なんか指標を見つけるじゃないけど、そうそうそう、自分に合ってるペダルを探していくっていう意味で、そう、まあ、だからもうペダルを買うっていうのは当然ってことなんだよね。そう、僕の中でっていうか、 ある種初心者でちゃんとドラムやりたいんだったら当然かなと。あ、もう当然すぎてもういちいち言わんし、 そう、その中でさらにそう一歩先に行きたい、一歩先に行きたいくて、うん、で普通、あ、分かる分かる、そうしたら多分普通の人はスネア買ったりスプラッシュを買ったりチャイナを買ったりするよね、っていう中で、いやいやそうじゃないんだと、そう、スネアとかスプラッシュとかチャイナじゃないんだと、ライドですよ。ライドなんですよ。本当に？はい。本当に？本当に。いや、ちょっとちゃんと聞いていいそれ。いや、まず、うん、タクがもうあのドラムセットって数ある中で、うん、残るのが、スネア、うん、ハイハット、うん、ライドだと思うんですよ。うん、僕チャイナとスプラッシュはマジでないと思ってて、そう、最初に買うの。
あ、そう。なんかね、こうセットの音に広がりが出るみたいなさ、はい、印象はあるんだけど、まあ、だからあの、逆に基本セットにないからこそ買い足すことでこう、ね、こう演奏に広がりが出るんじゃないの、うん、みたいなので買ってる人多いと思う。そうですね、僕も最初それで実は買いました。お、最初はスプラッシュを買ったんですけど、もうまず最初の段階、その初心者の段階でスプラッシュ入れるのって、スプラッシュがある曲、元からコピー例えばするとしたら、うん、スプラッシュがある曲でしか入れられないんですよ。あ、確かに自分でアレンジしてここにスプラッシュ入れようとかってなかなか、まあまあちょっと最初は難しいよね。そうですよね、うん、もうスプラッシュを変えって言われてる段階って多分その段階ぐらいで変えって言われてるんですよね。ああ、そうかそうか。チャイナに関しても同じような感じで、決めでも使えるんですけど、決め、うん、で使うにしたって、最悪今ちょっと前まではスタジオにチャイナが置いてないことが多かったじゃないですか。うんうんうん、そうそう、今は安い金額で借りられる。ああ、1時間100円とかで借りれます。そう、それでチャイナの役割っていうのは基本的に、まあ、特殊なジャンル、刻みとかチャイナでするようなジャンルじゃなければ、まあね、それこそハードコアとかメダルとかみたいなじゃなければ、基本は決めとかじゃないですか。うん、別に決めとかって例えば音気に入る気に入らないとかあると思うんですけど、どのチャイナでもできると思うんですよ。うん、で、まあ、そうすると残るのはやっぱりクラッシュは正直消耗品の部分になってます。ああ、なるほど。まあね、そう、一番叩くからね。そう、そこはちょっと最初に買うものとしては僕は除外してる。うん、ってなるとハイハット、スネア、はあ、ライドなんですよ。なるほどなるほどなるほど。まずね、まずハイハット、スネア、ライドがまず買うべき、そう、こう上位に来るんだ。そう、その3点から揃えた方がいいってのが一番あるんですよ。むしろ揃えろ。そうだって自分の根幹じゃないですか、ビートの。確かに確かに。そうなんだけど。まあそうよね、うん、そう、あのジャズとかだとライドインオンじゃない。そうそうそう、ジャズ、まあ、例えばチッ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 チ、ライドの音が良くないとね、うん、間違いない。ライドに始まりライドに終わりますからね。だからそう、ジャズだったら別にライド最初に変えたら違和感ないじゃないですか。うん、ないないない。でも僕は普通にその、あのロックミュージックとかだったとしても、うん、ライドは結構大事だと思う。ほう、なるほどね。いや、まあ多分これシンバル好きなドラマーなら分かるってなるんだろうね。どうなんだろうね。なってほしいな。多分みんなそう思ってるんじゃないのかな、多分。うん、俺シンバル大好きドラマではないからさ、あ、まあ、どっちかといえばスネアとかかなっていう感じだから、あんなそこに、まあもちろんそのライドの音が大事なのね、うん、すげえ分かる、すげえ大事なのがすげえ分かるんだけど、なるほどっていう感じ。そう、逆にスネアとハイハットをおすすめしない理由なんですけど、最初に、ああ、なるほど、あの3個残った中で、はいはいはい、まあライドの方が上位なわけだね。そう、うん、スネアは、うん、あの答えが遠すぎると思う。ああ、そうね。いや、もうね、バンドによっても違うし、ジャンルによっても違うし、なんなら曲ごとに違うからね。そう、だからその手出すのは正直悪い、その3点に関しては僕どこに手出してもいいと思うんですけど、うん、スネアはちょっと深すぎる。あ、確かに初めて買って確かにディスクがでかい、うん、間違いなく分かる。そうなんだよな。学びにならないことはないですけど、そう最初に手出すにはちょっと知識がいりすぎるから。そう俺もね、一番最初に買ったのがチャド・スミスで、うんうんうん、パールの、うん、まあいいラインですよね。まあそう、初心者が買うにはいいラインなんだろうけど、うん、当時の俺が好きな音ではなかったの。そう俺なんでかっていうと、ブリンク182というのトラビス・バーカーが好きで、はいはいはい、ドラムを始めたから。絶対違います。そう今思えば全然違う。あの人が使ってるのオレンジカウンティーです、うんうんうん、オレンジカウンティーかベルブラスなわけ。はいはいはい、はい、そうだから、そうだから財の特性とかも、そうそう、財の特性とかを知らずに買ったもんだから、うん、チャド・スミスのカンカンでキンキンな音って全然ハマんなくて、うん、なんだこれみたいな感じで、もう、まあ、そうなりますよね。そうだから俺初めてのスネア選びはちょっと失敗したなって正直思ってて、だからもう行っちゃったしね、うん、やっぱりそれはね、そうそうそう、あの普通に起こりうる現象だと思うんですよ。起こりうるね、起こりうる。だから僕は正直初心者っていう風に、うん、あのまあ、言われてるうちは、うん、あの機材の知識の部分なんですよ、うん、あの正直手を出すべきではないんじゃないかと。ほー、これまたね、言うね、言いますね。後悔しますもん。後悔するの分かってる、うん、そう、僕もスネア使えねえスネア何個持ってる。ああ、なるほどね。まあでもさ、ちょっとごめんね、あの別に突っ込むわけじゃないんだけど、はい、その最初にさ、あのペダルをさ買って、はい、まあ、ちょっと不満が出るのがいいことって言ってたじゃん、はい、そことはあんま矛盾はしない。
矛盾はしないですね。あ、そう、あ、そう、そう、そう。不満が出るんじゃなくて、うん、使いこなしきれない、絶対に。あー、だから、なるほどね。スペックがわからない。だから例えば、これでも良くなかったとして、何を変えればいいのかまず分かんないんです、絶対。ああ、そうか、ペダルならある程度の方向性は見えるけど、スネアは見えないんですよ。そうか、そうだね。だって変えるところもヘッドもあるし、ボトムヘッドもあるし、スナッピーもあるし、スナッピーのコードもあるし、フープもあるわけなんですよ。何や何や、オタクオタク、それはオタクすぎ。今、僕、これだけ楽器が好きで、うん、でそれで、まあ、候補がこんだけ出てくるんですよ。そうだね。それで逆にただその最初の初心者の人がなんでこのスネアじゃいけないんだろうってなると多分出てくるのってせいぜいヘッドなんですよ。うーん、まあそうね、ヘッドとミュートそうだねぐらいじゃないですか。そうだね。だそのなんかその知識の中でやっても、答えはいかないんですよ。ああそうかも。ペダルなんかは申し訳ないですけど種類も、まあ、大まかに分けてチェーン、ダイレクト、ベルトしかなくて、うんうん、そんでまあビーターもキー、プラスチック、ベルト、うん、あとは最近樹脂か、うん、ぐらいしかなくて、うん、その中で種類も正直そんなにスネほどないんで、うんうん、答えに行き着きやすいと思うんですよ。ああ、そうか。選択肢意外と少ないからね。そう、そういう意味で僕はペダルはありだと思います。なるほどなるほど。スネアは無限大すぎて、うーん、無限だわ確かに。初心者にあれですよね。だってフープが大カスとかどうかって話したところで誰も分かんないじゃないですか。絶対分かんないな。なんかブロンズとコパーの違いを説明しなさいとか、うん、あ、ね、言われても分かんないじゃないですか。ね、全然違うんだけどね、実際はね。そう、なんかそうメーカーの書き方とかによって違うし、そう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 っていうのを考えるとやっぱり、ね、ある程度機械的に是非が決まるペダルだったらいいけど、ね、スネアはちょっとっていうのは正直あると思います。そうだね、メーカーの違いってさ、はい、ベルブラスっつってんのにさブロンズってさ、ね、やめてほしいんだよ。あれほんとずるいよね。でも確かにブロンズとブラッツは近いのよね。そう、材質として似てる材だから近いんですよ。そうだからその昔からの慣習でベルブラスって言われてたものが、そのね、実はそう、そのままブロンズでもなんだけど使われてるっていうさ、よくあります。そんな分からんってな。そう、だからなんかそういう間違った知識とかも入れちゃいやすい。あ、確かに確かに。それぐらいでだからその特殊すぎるというか、うん、知識量が求められるものが多すぎるっていう部分で、スネアもおすすめします。そうだね、わかるわかる。俺もさ、そのもうね、初心者はスチールのスネアがいいっていう、俺あれほんとよくない。よくない、絶対によくない。ほんとよくないよね。あのね、その俺の先輩のね、楽器店員さん、はいはい、服部さんって人がいて、まあ、その人的にはその買いやすい、うんうんうん、安いから買いやすいね、だからそこを自分でカスタムしたりチューニングしたりとか、だスネアというものにとっつくためのね、こうまず安く買えるってことが大事だから、そういう意味でスチールがいいって言われてるんだよっていう説明は、その人がしてて、あ、確かにそうかもしれないなと思った、はいはい、確かにそれは一理ある、うん、でも音色としては全然、うん、全然オールマイティじゃない。間違いない。マジでロックだから、なんていうの、叩けば分かるんだけどさ、すげえ無表情なんだよね。武骨というか、はいはい、無表情というか、きらびやかとかさ、色気があったりさ、なんかそういうんじゃないの。違いますね。そう、チューニングによっていろんな表情を見せてくれるとかじゃなくて、ひたすらなんだろうな、分かりやすく言うとね、ターミネーターの、まあ、ターミネーターなの。はいはいはい。もう T800 とか T2000 とかさ、何でもいいの、無表情とかって、うんうんうん、来るような感じなの。ひたすら強い無表情。それがね、いい場面もあるし。そうそう、もちろんそれがハマる場所は全然いいわけ。っていうかハマる場所はロックとかっていうジャンルで言えば全然あるんだけど、そうそうそう、でも初心者向けなのって、ずっと。だから俺は初心者向けって言うんであれば、木道はメープル、間違いないです、ね、でメタルシェルはブラスだと、うん、分かる、間違いないです、ね、でしょ。ブラスならいろんな表情出せるわけ。チューニングとかによってローピッチでメタルっぽいのもできるし、うん、ハイピッチで、ね、吹奏楽っぽいのもいくらでもできる。ジャンルにオールジャンルに使える、そうそう、オールマイティだよっていうふうに言うんであれば俺はメイプルとブラスだと、うん、でもそのドラムのなんかドラム界隈のそういうね、監修としてスチールが初心者向けとして一番いいですとか、一番向いてないマジで。ね、本当だよね。スチールほどクロート向けの素材ってないんじゃないと思うくらいで、あんなに使いにくいのないっすよ。そうそうそう、あんなハマる場所探すのが難しい素材ってないなって俺は思うから、うんうん、だからそういう意味でやっぱスネアに対しての、ま、俺的にちょっと間違った情報が広がってるんだと思うわけ、それって。
でも言ってることは多分僕の言ってるのそんな変わんないです。そうおすすめしない理由は、まあ、そうそうおすすめしない理由はそうかも。だからそう今のを聞いて確かにな、うんまあ、だから俺はまあ自分の YouTube チャンネルとかではだからこういう、まあ、今みたいなネイテルとかブラスがいいよって話はしていきたいよ、ね、そうそうなるべくそれを広めていきたい。教えてください。そうそうスネア買うならこういうのがいいですよっていうふうに進めていきたいけど、うんうん、まあでもそれは、ね、まあねあんま見ないで、ね、YouTube チャンネルとか見ないでやっぱドラム始める人もいっぱいいるだろうから詰まった時にやっぱもう買わない方がいいと思いますね。スネアは手出すのが早すぎる。あ絶対に通らなきゃいけない道ではあるにしろ、うんうんうん、今じゃないよ、ねまだちょっとレベルが高い。そう、うん、あの多分自分が入ってそこ多分その模索そのレベルの意味がわからない模索を楽しめるのって、まあ、なかなかイカれてる人、うんうん、あの最終的にこう僕の機材みたいになるような人じゃないと、うん、そのレベルを楽しめないんじゃないかと思う、うん、思うんですよ。あのそうこんなねこれを持ち歩くような人じゃないと楽しめないんじゃないかなって思うんですよ。なるほどね。まあね、スネアは沼だよね。だって俺もさ、自分のレビュー用で初心者が買いやすい値段帯のスネアとか買ってってのもあるけど、それでも今5台あるからね。そうですね、うん、結局普通に買ってたら、はいはいうん、歴代でいうと 7,8 台持ってるし、うんうん、スネアはやっぱいくら買ってもなんか間違いないです。買い切ることがないというか。そうそうそう、うん、それをちょっと最初の人におすすめは危険かなと。確かに確かにそう思います。ハイハットなんですけど、はい、ああそうハイハットだそうだ。ハイハットに関しては僕何でおすすめしないかっていうと、デフォルトでついてるもの結構いい場合が多い。最低限以上の機能持ってる場合が多いと。そっか確かにね、あのジルジャンのニュービートとか、そうあとはまあ普通にセービアの AA とか、うんうんうんまあ、全然ちゃんとしたハイハットとしての音になる、うん、問題ないよね。そうっていうのが一番大きな理由で、確かに結構ハイハットみんな力入れてるよね、どこのスタジオも。そうそう、まあ、割れにくいっていうのもあるんでしょうね。割れにくいからクラッシュとかほど割れやすくないから多分そんなにあの、ね、割れる心配をしなくていい。ここなんかだとマイネルのバイザーもついてますよ。ああいいやつだね。だそういうのもあったりするぐらいなので、そうだからそういう点で単純にあの優先度が低いの、うんうん、今どの道これも絶対通らなきゃいけない道だと思うんで、ハイハットも、うん、それでなんかどういうの試したいとか、うん、っていうのは全然ありだと思います、うん、けど、まあ、初心者はそうそう、むしろライドの次、うん、に手出すべきかなと正直。そうあじゃあもうライド、ハイハット、そうスネア、あこれは僕がシンバル好きっていうのもあるんですけど、あそうね、シンバル大好き系。逆にね、そのすごい知識がある人が身近にいるんだったら最初にスネアとか、うん、ハイハット行くのは全然ありだと思う。そうだね、あのこれ持っとけばみたいなのを教えてもらってね、そうそうそう、うん、なんかそれちゃんと初心者におすすめできる。そうだね、俺がこれ好きだからこれ買いなじゃなくてあっていうような人、そう人がいれば、まあ、そういう人にアドバイスもらうんだったら全然いいと思います、うんね、つまんなくていいならさ、定番ならやったもんスープラかブラックビューティーでいいと思う。高いっす。僕はあれおすすめですね。カノプスさんが出した刃っていうシリーズ。おーメープルもあって、はい、バーチもあって、シチーでもあるんで、あ同じシリーズの同じ色のやつで3種類揃えようとも揃えられるんです。なるほどね。オールジャンルいけるよね。そう。メープル、バーチ、スチールね、3つ持ってっていうのがあったりとか。あなるほど、まあ、だからそういう、結構面白いと思う。そうだね。まあね、カノプスじゃなくてカノプスじゃない。スープラはやっぱ、はいはいはい、俺の知ってる歴代ドラマがみんな俺あんま機材に興味なくてさーっつって、でたまたま何かの機械で叩いてめっちゃいいじゃないですかこれっつってすぐ買ったみたいな。あスープラ2件くらい見てるの目の前で、まあ、間違いなくいいってあれすん、目の前でみんな買ったーと思ってみんな買ってるーと思って、6班だね俺が知ってるのは、うん、まだ6班がいいっすよね。そうそうそう6班の方、ここはあの不可動信者しかいない、そうちょっと良くない場所だ。 LM402 がすごい熱いっていう、うん、俺もいつか欲しいんだよね。一応もうなんか持っとけば絶対間違いない。あのプロの現場とかでもさあるわけよ、全然レコーディングの現場とか行って、うん、でなんか今日俺のお気に入りのスネア持ってきたんですけど、カンカンカンなんかはまんないね、あじゃあスープラあるやつ、あはいありますよっつって持ってきて、じゃあはいじゃあこれ持ってきてみたいな、すげえあるわけ。だから現場にスープラ持っていけばとりあえず OK みたいな、うんうんうん、そういうのがあるから、ま
間違いないでしょ。そうなんだよね、あれちょっと奇跡だよね。あのラディアロイっていうさ、はいはい、なんだっけ、アルミをニッケルで挟むんだよね。そうですね、アルミをこうニッケルでこうビーンと挟んで、まあ、ね、こだわってるうちの一つですね、かなりあれはね、うん、あれ相当昔に出てるじゃん、60年代とか出てたし、うん、そんなの、あ、そんな昔だっけ、スープラック確かヴィンテージがそのくらいじゃなかったから60か70年代。いや、ちょっと勉強不足でした。あ、いや、俺も全然でさ、あれ何がすごいってさ、あのアルミってさ、うん、もう一番キーンってするのよ、全スネア中、はい、一番キーンってする音がアルミ、スカーンの音がうるさいやつ。そう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 だ、倍音が一番キンキンするのがアルミなんだよ、うん、そうなんだけど、ニッケルかクロームで、ごめん、クロームかもしれない、ニッケルかクロームで挟むことによってその倍音を嫌なとこだけ抑えつつ、すごいですね、すごい音の重心がガッて低くなったの、うんうんうん、ね、で、普通あれだけなんかローピッチにした時のズドンズドンみたいなローの安定感とかを出そうとすると、うん、思いづらいんじゃなきゃ出ないのよ。少なくともアルミでは本来そう。だからブラックビューティーとかさ、うん、グラスにブラックニッケルをしたやつとか、はいはい、ああいうあれくらい重い素材じゃないと、ああいうズドンズドンみたいな深みのあるいい低音とかって出ない、さらに響く感じ。そうそうそう、出ないんだけど、アルミだからめちゃめちゃ軽いわけ。あの軽さであれを出してるから奇跡なんだよね。すごいさ、持ち運びやすい、軽いから、きっと同じくらい軽いね、うん、持ち運びやすくて軽いのに音はめっちゃ重厚で濃厚で深いというかさ、それがみんな使うわって。で、ハイピッチでもローピッチでも全部いい音出るし、あれがね、そう、初心者に行き渡れば、うん、一番いいことは間違いないと。まあね、まあ面白くはないだろうけど、ね、うん、まあその絶対正解なのは間違いないけど、うん、面白いかっつったら面白いからね。確かに、だから、あ、一番安泰、うん、世界一安泰なスネアなんだけど、ただ研究していく上ではもっと違う可能性を求めたいねって思っちゃうよね、うんうん、あの価格帯、あのね、スネアがね、いい価格帯とかで、うん、初心者が買えてるんだったら全然、うん、ああそうだそうだ、でも5万くらいするんだよね、新品でね。そう、そう、中古でも多分3万とか余裕でするから、うん、あれ買えるなら全然買ってもいいと思うし、ね、そうだね、っていうかさ、こういう進め方をする人が近くにいればいいんですよ、スネアなんかで、ね、ね、ちゃんと理由があって、ね、っていうかさ、もうはっきり言ってさ、スープラとブラックビューティーがあれば、もう全現場困らない、うん、全ジャンル困らないと思う、っていうか、ラディックすごくなってもラディックはすごいす、ラディックがやばいね。俺最初ラディック信者でも何でもなかったんですけど、はい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 、やっぱなんか使ってて残るものが、うん、ラディック、結構残ってる。カノープスもそれ、さっきの刃とか僕も買ったんですけど、あとタイプ R ってやつとか、まあタイプ R ね、知ってる知ってる、手放しちゃって、あ、そう、そんなにしっくりこない、うん、やっぱなんかラディック正直作りがなかったり面倒な部分もあるんですよ。そうそう、なんかね、そのすごい好きな、ラディックのことをすごい好きなギタリストの人がいて変なやつ、そうそう、その人あの本当ヴィンテージカッチャーくらいマニアな人なんだけど、そのプロの人なんだけどね、その人もあのチューニングが合わないのがラディックのいいところなんですよ。逆にラディックらしさなんですよね、チューニングがピタピタピタってはまんないから、あのラディックのいい音が出るんですよ、楽器としての欠陥ではないですかね。まあなんか、あの、いい意味にいい感じのオフセットされてるって考えたら、うん、あれもやっぱ味なのかな。確かに確かに、チューニングがぴったり合わないのがね、逆にいい味を出してますよみたいな言い方してて、まあそういうもんなのかもしれない、知らんけど知らんけど、ね、ラディックは間違いなくいいメーカーだと思います。僕はだって20年からなんだよ、1920年からさ、もう100年くらい続いてるメーカーでさ、で、いまだにやっぱ1900すかね、もうドラム界でナンバーワンなんだよ、うんうん、はっきり言ってナンバーワンなんだよ。スープラとブラックビューティーってものを出して、いまだにみんながそれを真似したスネアを出すんだから、他メーカーが。まあそうですね、ブラックビューティーっぽいものを、ね、何かうちで出しましたとかってやってんだから、うん、完全にもう王様なんだよね、ドラムの王様。あのベース界のサムズアンプというか、MXR みたいな、はい。答えを出してるみたいな。そう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 。正直、もう完全に。これしかないっしょみたいな。定番中の定番っていうね。うん、まあその分お値段はね、ありますんでね。正直その並びだと、あとパールなんですよね。おお、パール。僕はあのフリーフローティングが好きで。ああ、マニアックよね。え？いや、でもやっぱあれもなんだろうね。そのさ、つまり簡単に言うとさ、
シェルに穴を開けないっていうことを唯一やったメーカーっていうかさ、やり遂げたの。それすごいよね。あれは革命っす、ね、うん、あとはあれかな、あのパールはなんだっけ、シリーズの名前出てこないけど忘れちゃったから、ね、樹脂カーボン系はパール強いっすよ、ね、あーカーボンプライとか、そう、はいはい、そういうなんか新素材とかに手出したりするのが強いかな。あーなるほど、そうか、確かにね。ライドの話にそろそろ戻んないから、確かにライドの話戻るよ。そうスネアはね、ちょっと話しただけでこれだけ出てきちゃう。そうや、多分ね、スネアだけ切り抜いて使うから。あ、いいっすよ、うん、あのスネア、ラディックとかスネアの部分だけ多分切り抜いて使うから、うん、まあ、ってことで今こんだけ盛り上がっちゃうのが逆にスネアを選ばない方がいい理由かもしれない。あ、確かにそう、沼にハマってるやつらがこれだけ短時間でこんなに語れるんだから初心者の手出して無事でいられる領域ではない。確かに本当そうだ。ってなるとやっぱライドなんですよ。なんでかっていうと、スタジオにあるライドとかって基本的に重いものが多いというか、大体がその AA だったりとか AX だったりとか、ジルジャンだとしても A の重めのミディアムライド、ヘビーライドとかだったりするものが多いと思うんですね。それはすごい悪いことじゃなくて、あれはライドとして最低限使う以上をどんなジャンルでも使えると思うんですよ。ただあのなんだろう、ライドっていいものになればなるほど、いろんな鳴らし方ができると思うんですよね。それこそ、まあ、僕の持ってる AG なんかって何回だったりとか、うん、ちょっと特性は違うかもしれないけど、オムニとかだったりしても、うん、まあ、本来はエッジで叩きつけてるようなそのクラッシュ音だったりとか、単発のクラッシュ音でも使えるし、刻みでも使えるし、はい、カップでも使えるし、当然棒の部分を腹で叩くか先で叩くかでも音が大きく変わるものであるはずなんですよ、はいはいはい、レガートでも。なんですけど、そこの部分はちょっと正直表現しにくいっていう側面もあると思うんですね。スタジオのライダー、スタジオのライダーはオールジャンルではない。そう、全てで使えるけどオールジャンルかと言われると否みたいな。ああ、っていうイメージがあって。だからそのオールジャンルないいライドっていうのはいっぱいあるから、そう、それをまず買ってもいいんじゃないかって話だよね。そうそうそう。オールジャンルのいいライド、それこそライドも結構そのタクが多いように見えて。おすすめできるライン、うん、結構答えが出てると。あ、なるほど。やりたいジャンルさえ決まっていればその時点で買うべきものをあらかた見れてる。もしくはアーティストが使ってるものでこれがいいと思ったものが大体正解なんですよ、ライドに関しては。なるほど。例えばそれこそ分かりやすいのは A カス、あ、うん、まあ、ギラギラした感じが欲しければ A カスの強さしたら買うべきだし、ちょっとそのロックなのにジャズ系の音が欲しいとかになるとちょっと話が変わってきますけど、うん、A カスだったりそれこそ HHX だったりとかある程度以上の値段を出して買うものであれば全部そのパイスはちょっと別かな、別かもしれないですけど、うん、そのようないろんな使い道というかいろんな音をちゃんと表現できる性能は持ってると思うんですよ、ライドだったら。では3万ぐらい、以上だったら大体そのなんていうんですかね、棒で叩くのとチップで叩く、あ、棒じゃねえ、棒をチップで叩くのと腹で叩くの音が変わるとか、うん、ちゃんとクラッシュしてもある程度聞ける音が鳴るとか、カップの部分叩いたらちゃんとカップの音が、はいはい、そういう最低限の違いが出るぐらいのスペックは持ってると思うんですね。あ、ということで、それでまあビートでも絶対使うじゃないですか、はいはいはい、そうですね。それで最初にライト気に入ったものを、ライトこの音いいかな、それに合うものを探そうといけるわけです。ああ、そうか。ということで、ね、個人的にはライドを最初に買うのはありのないっていうですそう、はい、ライド買います。ライド買いますどうですか。いや、結構これはでも前々から言いたかったですけど、初心者のうちになんかスプラッシュとか買って最後まで使うけど、それってなんか別にどれでもいいから最後まで使うわけじゃんみたいな。ああ、なるほどね。スプラッシュの旅ってあんま聞かないよね。そう、エフェクトシンバルの旅の中の1箇所みたいな、うん、チャイナとかはまあこだわらなくてわかるんですけど、うん、それでもやっぱこだわらない人の方が多いんですよ、うん、正直チャイナはチャイナの音が鳴ればいい、うんうん、僕みたいになんかチャイナ7種類とか8種類とか試すなんて思うんですけど、そうでもない人なんで、ね、
そんだったらさ、こだわる、あんまりこだわりが見られてない場面でこだわっていい場所って意味でも、ライブってもあり、そのうち、おすすめのライブとか話せたらいいかもしれない。そうだ、語っちゃった語っちゃった。オッケー。